参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊すということで、平成じゃないな、これからもずっとしばらく間違うんでしょうけど、令和元年5月1日17時33分であります。ちょっと簡単にこの動画終わりますが、ツイッターのフォロワーが5万人を超えました。ありがとうございます。 YouTube のチャンネル登録はもう12万人を超えておるんですけども、ツイッターはまだ5万人ということで、できればツイッターのフォローもお願いしたいと思います。どうしてもね、電車の中とか急ぎのこと、裁判の判決の速報とかですね、速報に関してはやっぱりツイッターの方が早いです。あとツイッターでオフ会の、急にね、今度また倉敷でオフ会をしますけども、オフ会とか の、 その場所とかいうのはツイッターのダイレクトメールからしていることが多いので、できればツイッターフォローしていただければと思います。ツイッターは、これですね、ここですかね、 T 立花 T ですね、アットマーク立花 T が私のフォロワー、ツイッターでございます。このようにフォロワー5万人ということで、ですね、5万人の方にフォローをいただきました。でやっぱツイッターというのは、一時情報、僕の場合はほとんど YouTube のアップロードしたものをアピールしてるんですが、まず一時情報というのは、その発信した本人が一時的に最初にどんな情報を出しているのか、よくね、情報って曲げて伝えられますので、一時情報としてツイッターっていうのは出す、YouTube もそうなんですけど、これとして誰が出したのかっていうのははっきりするものです。で今はね、トランプ大統領、アメリカの大統領がもうこのツイッターで記者会見をしているというか、国民に、いわゆる今までは政治家がいて、ジャーナリストや、テレビや新聞がいて、国民の順番でしょ。だから政治家が直接国民に伝えられなかったわけですね。間にテレビや新聞が入って編集をされてたわけですね、切り取りとかね。でもこれからは直接政治家が国民の皆様に訴えることができる時代なので、特に今ツイッターというのは手軽に多くの人が利用しているということで、アメリカのトランプ大統領ような感じでですね、感じてまでは言えないですけど、彼がやってる手法をですね、取り入れて、YouTube、Twitter で、情報の発信をしていきたいと思っております。でこれからはね、気に入らない人はどんどんブロックします、っていうか、ずっとブロックしてるんですが、なぜ気に入らない人をブロックするのかっていうとですね、政治家はいろんな意見を聞かなきゃいけない。これはもうおっしゃる通りなんですけど もうインターネット上の意見っていうのは、そのあまりにもですね、まず匿名であるっていうことですね、その匿名であるっていうことで、一人の人が色となりすましもできるし、何の責任も取れないわけですよ。名誉毀損とか何らかの法的措置を取るには、なかなか複雑な処理をしなきゃいけませんから。で僕は基本仲いい者同士が集まればいいと思ってます。嫌な人同士がひっついたら喧嘩になるわけです。だから嫌なものは自由についたり離れたりすることが理想だと思っているので、気に入らない人は基本的にはもうもちろん即ブロックをさせていただきます。もうね、人の話は僕は基本的には聞きません。人の話を聞く人っていうのはこれからどんどん成長していく人であって、もちろんね、僕も当然成長していかなきゃいけないんですが、もうね、51歳で十分な情報を得てきてると思ってます。もちろんまだまだインプットして勉強していかなきゃいけないことはたくさんあるとは思っていますが、ネット上の人っていうのは、その人がどういう何歳でどういう経験を積んでっていうのは正直わからないので、やりもせずに言うだけなんですよね。だからそういう人の話は僕は基本的には聞きません。で、むしろ判断ができない人は人の話を聞いて命令に従う方がいいというように思っています。非常に独裁的な考えですけども、僕は自分が政党の代表であって政治家であるということに対して、自分が独裁者であるべきだと思っています。ただ独裁というのはあまり力をつけるとろくな方向に進んでいきません。それはちゃんと理解をしています。権力というのは集中してしまうと、それをですね、私利私欲のためにというか、いわゆる権力は持ちすぎるとですね、腐ってしまうっていうのは過去歴史を見てると分かります。従いまして、私は NHK をぶっ壊すことができれば政党を解党し、政治家も辞めます。もうそんな政治家にこだわりたいとむしろ思っていないので、
自由にですね NHK をぶっ壊すことができたらパチンコしたりね猫と戯れたりそういうですねなんか穏やかな人生になりたいので僕は今は独裁でやらせていただきますが NHK をぶっ壊すことができればしっかりとですね自分が身を引くことによって民主制というかね民主制とか合議制とかそういうのでいきたいと思います。いずれにいたしましてもツイッターのフォロワー5万人超えました。ぜひねまだの方は下にトップに説明欄に貼っておきますので立花隆のツイッターフォローいただければと思います。以上です。令和の百姓一揆これをですねサブキャッチコピーにしていきたいと思います。NHK からぶっ壊すがメインキャッチコピーで令和の百姓一揆これがサブコピーサブキャッチコピーで、これからのですね政治活動を行っていきたいと思います。僕はね令和の大塩平八郎となってですね百姓一揆の先導に立っていきたい。まあ大塩平八郎の乱は鎮静された、まあ、結果は失敗と終わったんですが結果がどうあれやるべきことが大事だと思っておりますので、百姓一揆の先頭に立ってですね、大塩平八郎さんのように前のめりで死んでいきたいと思っております。以上です。参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊す。